5月の5日、子供の日です、日本でいう子供の日ですね。小さい頃、高いマストに鯉のぼりが上がってんの大好きで、うちにはなかったんで、近所のね、鯉のぼりわざわざ自転車で見に行ったのをね、よく覚えてます。今ね、この大人になってみて、この高い、マストにね、大きなセールを上げてやってるので、まあ子供の頃から僕の好きなものは何も変わってないですね。子供の頃と今と唯一変わってるのはね、おもちゃの大きさが大きくなった、それだけです。昨日からねずっと荒れっぱなしです。昨日ねちょっとなんか物が船に当たりました。バウとあとラダーですね。ラダー上げてチェックしたんだけども、とにかくまあ大きなダメージなかったと思います。軽くゾンとなんか当たった感じがしました。だって風がですね25から35の結構触れます。あと波も出てきたので走り方が非常に難しいですけども、セールのトリムだとか、セールの大きさを変えながら走っております。各船大変だと思いますけども、ゴールまでねまだ2回ぐらい凪に今度逆に捕まると思いますので、まだまだ気が抜けないトランザットレースです。それでは頑張ります。チャオ。